戦略81ターン。前回アクセスの戦力を約半分くらいまで減らすことに成功しました。今回はこの構成を続けていくということです。サイド4並びにサイド5に部隊を送ります。特にですねサイド5を打開してですね、宇宙6、並びに宇宙3の防衛線を終わりにして防衛ラインをこの辺りまで押し上げていきたいかなという感じですね。なので、サイド4よりはサイド5に多く部隊を送ります。サイド4には少数部隊を送ってですね、まあここは時間かけていいかなという状況ですね。ただし慎重にやります。まあ状況次第撤退したりとかねというのも、まだハマンカーン登場のキブレイを倒してません。毎回2部隊くらいは配備されてますが、今回は1部隊も倒してない。初期配備の分と、開発サンプルの分の2部隊だと思いますけども、だからまあ注意していきたいかなという状況ですね。地上戦は、我が軍がですね全球制圧してますが、すぐに、地上戦始まります。降下作戦が始まります。なので我が軍はですねインド洋に部隊を集結させているというところですね。はい、ではやってみましょう。さあじゃあまずルナ2を取ります。我が軍は敵特別エリアの制圧に成功しました。はい、サイド4、敵2つ14敵エリアに侵入しました。攻略戦を開始します。ちょっと減ったかな。とりあえずあ、これリックドーム系のモビルスーツですね。シュツッツァーじゃないか。あとはワラサインが多数、ジサプスターがちらほらっていう感じですね。はい、増援ガルスゼイとワラサインって感じだ。この拠点を中心にして戦うと、ゼータここに置きます。制圧用のゼータプラス、ただしこのターン制圧しない。マーク2、マーク2耐久高いんでね。うん、士官数0だね。これアイザックだ。あ、キュビレンいますね。まあ、ただ誰も乗ってないみたいな。まずこれだよね。おそらくこのターン近接してくるので、ここにおとり置きます。ここに、ラディッシュ置きます。ここに並んでほしいんだよな。さあ、来るか？あ、いい感じだね。ナイス。さあ、ここは危ないんですけど、なるべく前出しましたんで、索敵して。ファイターこっち送ります。まあ、これにダメージ与えたい、できればねうまくいくかな。マーク2、じゃあここ索敵、よしよしよし、そこ狙います。マーク2ゼータプラス変形、まあ、本命の砲撃を叩き込む。さあどうかな、打ち返してくるね。まあ多少でもダメージ与えれば、これ本命の砲撃。とりあえずスツッツァー倒したみたいだぞ。よしよしよし、いいぞ。さあじゃあここ第2射いきます。でこのマラサイか、それ邪魔ですね。ちょっと耐久回復したいか。せっかくだからじゃあここ砲撃しつつ、ここを抜かせるわけにはいかない。漢方ですね。私を軽視した報いを受けるのです。それネイルアガマの砲撃、うん、まあそこそこな感じですね。でここ本命。まあとりあえず敵の主力には大ダメージ与えてると思うんでいいかな。さあ、このターンで、うん、そこあいつが来てるね。ここもう大丈夫そうですね。ゼータプラスこっちに送っちゃおうか。ここゼータプラス1部隊と、隊列を変えます。これでいこうか。こういけますね。あとそこ攻撃します。フォアブースターぶつけてやるか。まあとりあえず今回は浜笠は乗ってなかったんで、よしよし、いいぞ。まあとりあえず体勢は消したかなと。はい、サイド5、ここも16ですね。あ、違う、敵エリアに侵入しました。攻略戦を開始します。サイド4は14部隊だったか。この方がちょっと多かったな。感染ではバックアップだね。増援はなしですね。よし、ここはできれば一ターンでやりたいぞ。フォアブスター2もあります。総取りになろう。ハンマーとかいるね。
ハマンはいないみたいだぞ。しかし関数があるんで。これか。あ、R チャージャーもいるのか。なるほど。まあ気をつけていくに越したことはないかな。そこ狙いたいな。いいか。とりあえずそこ倒しましょう。そこ取っていきたいから。アイザックカスタム。コアブースター。ここで索敵する。チョコサンプ。まずハイザックカスタムを倒す。敵に見つかっちゃった。どうしよう。まあこのくらいガザ C なんで余裕でしょう。さあ艦船が3隻もいるな。それエンドラー、耐久高いエンドラーだと思うんで結構強いんじゃないかな。ハムハム来てますね。ここを倒していくわけだが、じゃあここ制圧します。マシマーですね。まあ、とりあえず3部隊でやるんでやってほしいかなと。そこ耐久高い艦船なんでそこ狙っていきたいかなと。あとこれですよね。その3部隊どうするか。ゼータグラスここに近接します。これかなり弱いん でそこ集中狙いしたいよな。砲撃だ。無人の砲撃なんて大したことないと思うか。まあ、守りながら行きたいですね。このライン、この辺りはおそらく安全なので少し前に出しながらそこ行っていこう。俺の聖剣好きを食らえ。この手に入れたら近接すると脆いですよね。このターンかなり強めですけどね。たくさん撃ってますね。でそこ砲撃に行きます。マシュマーセロですね。見てやるか見てやるか。ハマさん万歳とか言ってるかもしれないな。そういうのサイコペって言うんだよ。マシュマーのサイコペだったね。私はやられんぞ。飛ばすね。さあここですね。これは一部隊目アルチョシュなんで絶対反撃。大丈夫かな。しかもそう、多分キャラ付きだと思うんだよね。いや実際本当にキャラかもしれないけどキャラ名はキャラかもしれないけど、射撃系倒したいとこだな。いけるかな。いやダメですね。ちょっともらっている、まあ、とりあえずこいつだな。違う、だな、嫌いだった。じゃあメズン、ここでこっちに回り込んで、ミリチルダ大したことないんだよな。どうするか。まあちょっと感染をやらせようか。このターンでもしクリアするんであれば確実に感染をなんとかしないといけない。で真ん中のところにこうですね、そこにですねゼロを持っていく。こういう感じですよね。あとは関節攻撃を当てていくってことですね。グリーンノアの、さあどうかな。5分の4ターンのこちらの攻撃ですね。よーしいぞ。練習をサボるからそうなるのだ。見てやればよかったかな。ちょい残った報告します。我が軍は敵特別エリアの制圧に成功しました。緊急事態です。悪質艦隊が地球方面に向かっています。エウーゴとティターンズの争いを見守っていたアクシスは突如地球降下作戦を発動する。ティターンズとの激闘を終えたばかりのエウーゴにこれを阻止するだけの戦力はなかったのである。アクシズを発進した部隊はアフリカ上空より降下を開始。一気にアフリカ大陸を制圧する。そしてダカールの地球連邦議会もまたアクシズの手に渡った。エウーゴとアクシズの戦いは地球に部隊を移そうとしていた。アクシズ艦隊はアフリカ大陸に降下し、
ここを拠点に地球への侵攻を開始しました。なお、アクシズの動きに合わせて各地で旧ジオン軍残党が蜂起し、アクシズの地球制圧を支援しているようです。アマーンは我々が消耗するのを待っていたようだな。しかし、アクシズの将兵は地上戦に慣れていない。地上の戦いならこちらに部があるはずだ。はい、かつてジオン公国も地上で苦戦し、連邦軍に反転攻勢の機会を与えることになりました。地上の戦いを制すれば我々にも反撃の機会が訪れるに違いありません。まず、サイド5の部隊ですが、これをですね、宇宙7に送ります。アーバー奥近傍のエリアですね。アーバー奥は今回取らないでいいかなと。ここを取っちゃうと防衛するの大変ですね。で、地上戦はですね、3拠点を敵に取られました。で、インド洋の部隊をですね、2つに分けるってことなんですけど、キルマンジャロとマドラスに分けますね。まあ、部隊を分けるだけのコツですけど、あの質か量のどちらかで敵を上回れるように分けるっていうことですね。あの両方でなくても構わない、どちらかで構わないですね。だから考え方としては、まあ、主力部隊からエース部隊を抜き出して、そこで2つに分けるっていうことですね。で、まあ、今回はエース部隊をですね、まあ、アムロは来てますけど、ここマドラスに送るって、残りをキルマンジャロって感じしようかなと思っております。で、オデッサについては、上空に部隊が来てますね。こいつを送ります。ダブルゼータ来てますので、今回ダブルゼータ使うの初めてなんで楽しみですね。はい、若君は4、アクシズは12、敵の方はかなり多いですけども質は勝っているはず。敵エリアに侵入しました。攻略戦を開始します。敵部隊の戦力、ドライセンが2、ドワッジが3、ドワッジがいて、ガザがいて、ガルス・ジェイがいて、ドライセンで、制圧用のユニットを持ってきました。ここ取らせて、で補給ラインを確保しながら、この辺りを陣取っていければいいかなと思うんだけども、ここうまいことどいてくれねえかな。ここにしてみるか。よしよし、うまいこと言ってるじゃないか。これどうする。いや、でもドライスタイム持ってきてるじゃん。何年目に防御か。まあ空中ではかなり弱体化してますからね。じゃあまずここ制圧、策的やっていこうじゃないか。はい、あ、考えてきたね。よし、変形、制圧、撃っちゃいましょう。あ、ここは圧倒的に有利ですけど、さあどうかな。このターン防御して温存するかな。はい、隊列を変える、変形、索敵、よしぞ。そしてまた変形、こっちの方がね、物資的にはいいんじゃないかなと。そして砲撃を行います。さあどうかな、ここ打ち返してもいいかもな。ドライ線が減ってますね。変形、索敵、変形、砲撃。じゃあここだな。戦闘を中断します。さあオデッサ、敵エリアに侵入しました。攻略戦を開始します。ここはダブルゼーター来てますね。でもさっきと同じような感じですかね。増援来てますね。アラビアかな、増援か。じゃあここにダブルゼーター取り込みましょう。まあとりあえず航空機は役に立つと思うんで、まあ、この辺にも置いといて。攻撃してしまえ。結構当たるね。
ダブルゼータ変形しておいておこうか。この辺並んでくれたらラッキーですよね。うまくいくかな。そう、並ばせるか。三角か。ここに並んでほしくない。この辺くさ並んでくれないかなっていう。やっとせ。さっきいいですね。やった、結構できました。あ、そうだ、変形しておくと攻撃として認識されないという、まあ特権ですよね。やったー、ダブルゼータ、初めての活躍シーン。あっと、おたき、戦闘を中断します。さあ、キルマンジャロ、圧倒的ではないか、我が軍は。敵エリアに侵入しました。攻略戦を開始します。4部隊だね。報告します。我が軍は敵特別エリアの制圧に成功しました。さあ、サイド4は取ってしまおう。報告します。我が軍は敵特別エリアの制圧に成功しました。はい、あ、宇宙7、アクセスの部隊が15部隊か、多いな。敵エリアに侵入しました。あ、キュベレイル。攻略戦を開始します。出たぞ、ついにハマーン出たんじゃないか。なるほど、ザクスリーが来てますね。あとガザン E が多数って感じですね。あとはエンドラがいっぱい。3、4、5、6、7、コマ7ヘクスですね。だからここまで移動していくってことかな。だから、まずここ絶対取られたくないと、ここに乗っかられたら不利なんで、だからここに敵を釣り出すってことですね。 あるいはここか、だから射程2で撃たれるような感じで、撃たれるような感じでこう置いておくってことですよね。そういうことにしよう。だからここ、ここ散布しておく。ここは散布しないでおこう。さあ、うまく引っかかってくれるかな。来た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 。これ防御。うわぁ。射程時のこの威力、金星されたら落ちかねないね。じゃあここ、じゃあここ索敵します。やっぱし。で、増援が合流する前に、だからこのターンですね。このターンで倒す。まあ、とりあえず囲んでしまおう。はい、ゼロ、メズーン、ミディチルター、制圧はミディでやりましょう。で、ここで攻撃を仕掛ける。よし、じゃあ、イマリー、ここ、散布は、やってしまえ。このヘクス並ぶんじゃないか、もしかして。ここか、散布。ニュータイプか、落ちろ！ゼロ対ハマーン、あ、反撃なしですね。これはいけるか、どうなのか、いけるのか、格闘で格闘でダメか、当たれ、あともうちょいでしょう。でもダメだ、さすがに勝てないのか、しぶとい。さあ、このターンどうなるかな。うん、浜は動かなかったね。よしよし、まあいいや、ここで仕留める。ここで倒してくれるでしょう。そしたらここ砲撃、ここね、ここまで来ますね。このターン来るぞ。でここ、このヘクス散布してやる。まあちょっと囲まれるとバカバカしいんで、こういうふうにしておこうかな。そう焦るなよ、遊んであげるからさ。さあ、今度こそやっておしまい。よし、いけるけど倒したけど大丈夫かな。よし、まあこのぐらいだったら、選ばれたニュータイプであるこの僕に勝つことなんてできないんだよ。いる、いない、いる、いない、やだ、本当に敵が出てきちゃった。間抜けなこと言っている。どうかな。
お、結構当てましたね。そしてザク3は移動してくるか。よし、来たぞ。来た、一人で来た。ゼータパラス移動させちゃおう。やってしまえ。ここだ。これでザク3を倒して、ここ砲撃しましょう。まあ、やらないはいいんじゃないか。はい。ガザイに近接、無人のゼータプラスですね。一部隊消そうじゃないか。ガザイ奇妙ですよね。なんか小能で作るんだよね、この時期のアクセスって。まあなんか戦力としてはかなり弱めですよね。さあ、ラカン、ここハマーンとラカンがいたんだ。敵の集落だったね。よかった、整備した甲斐があったわ。いる、いない、それはもういいですから。知りそこないな。そう焦るなよ、遊んであげるからさ。さあ、ミサキ的なエンドラですけども、やったー、さすがです。戦闘を中断します。報告します、アーガマがグラナダに帰還しました。ブレックスか、いくら戦力不足とはいえ、あのような子供たちに我々の貴重な戦力を任せておいてよいのかね。アーガマは解散させたまえ。これどうですね。何を考えているんだね、ブレックス君。奴らは素人なんだぞ。戦闘データを見る限り、彼らの能力に問題はないと思います。もういい。奴らにはせいぜい働いてもらうからな。さあ、マダラス、終わりにしちゃおう。報告します、我が軍は敵特別エリアの制圧に成功しました。さあ、オデッサも。報告します、我が軍は敵特別エリアの制圧に成功しました。さあ、宇宙ナンナは戦闘を再開します。まあ体制化しました。まあただ艦船を一部隊残して全部倒したかなと。ウォンリー様より通信が入っています。回線を回します。アーガマをいつまでも遊ばせておくわけにはいかん。奴らには地球に行ってもらうべきではないかね。うん、アーガマには地球で活躍してもらおう。緊急事態です、地球軌道にコロニーが接近。このままでは地球に落下します。コロニー落としだと？あの蛮行を繰り返すつもりか。コロニーが落下します。落下地点はアイルランドです。アクシズは地球連邦政府に対する恫喝としてアイルランド、ダブリンへのコロニー落としを敢行する。ジオン公国によるコロニー落としの再来を思わせるこの蛮行は地球連邦政府に大きな影響を及ぼすこととなる。エウーゴとティタンズの争いによって始まった戦争は新しい局面を迎えようとしていた。アイルランドにコロニーが落下しました。ベルファスト基地の被害は甚大です。報告します、
アーガマが地球降下中に敵部隊と交戦し、アクシズのニュータイプ LP プルを回収しました。ベルファストより緊急連絡です。アクシズの部隊がベルファストに侵入してきました。至急迎撃の準備を行ってください。やったー。やった。